手間をかけてしまいました。はい、発表です。餌らしようと思います。まあ、50枚以上作ってしまったので高速でやります。ノードフェスタで端で共有しているので、そこから気になるところは見てくださいということで開始します。はい、JavaScript なんですけれども、まあ、GoodParts の作者がこういうふうな、まあ、記事、有名な記事なんですけど、もっともっと公開されたプログラミング言語として JavaScript を昔書きました。今は、まあ、当然最も有名なプログラミングな言語として、まあ、JavaScript を認知されていますと。しかしですね、まあ、プロトタイプっていうのが、まあ、分かりにくいっていうのと、あと大規模化っていうのがあり、そして披露するコーダー、はい、プロジェクトの様子みたいな感じで、まあ、もう JavaScript は書きたくないと、辛いと、さすがに。ということで、コーフィースクリプトを、まあ、皆さんに捧げられたという、まあ、感じだと思います。まあ、トランスレーターが、まあ、いろいろ皆さん、使ってるかと思います。まあ、光の部分ですね。コーフィースクリプトであったりとか、タイプスクリプト。で、JSX という感じですね。しかし、光あるところには絶対影があります。はい、影。まあ、その前に、俺がここにいるのは何だと、そういう話、まあ、自己紹介ですね。はい、S 原茂雄と言います。パイソニスタであり、クロージアンであり、まあ、ここの Go カンファレンスの服着てますけど、まあ、そんなに Go は詳しくないです。はい、こういうのを書いてます。これはファンクショナル JavaScript ということで、ファンクションをひたすら重ねていくことでハローワードを書こうということをやってました。ヤメアルト JS とはというと、個性豊かすぎてダイヤの原石と控えめに言ってますが、あまり有名ではないってことですね。はい。で、彼らに光をということで、今回 LT を、申し込みました。はい。まあ、まずゴリラスクリプトというものがあります。ゴリラスクリプト。はい、目的としては、なんか、まあ、ストレスなく、綺麗なコードを書くために、なんか、作ったよって言ってるはいるんですが、これかなり文法が気持ち悪くて、まあ、細かく見ていきます。例えば、配列なんですけど、これ配列の宣言なんですね。フィズバズフィズ。これは、マークダウンの、リストのあれをお前にしてはわからないですけど、だけどこんな原稿見たことないとこんな提携する配列の見たことないとで、レッドは宣言なんですけど、イミュータブルでミュータブルの時はレッドミュータブルってここにつけなきゃいけないっていう、まあフォーなんですけど、実際は気持ち悪いレッドミュータブルいつしずばずみたいな感じになるので、でスイッチ文なんですけど、ここに引数を指定しないことで単なる if else として使えるとかまあその仕様があったりとかします。はい、まあこれはジョークですけど、他は、まあ、カルというのがあります。これはこれもしずばずに書いてみました。これどういうことかっていう、これどういうのかっていうと、タスクっていう宣言文があるんですね。これは、非同期処理が発生するときのファンクションはタスクで宣言してくださいってことです。で、ここでウェイトフォーフィズバズっていうのがあるんですけど、これは処理が返ってくるまで待機せよっていうことですね。で、これはまあ、まあよくある、Go 言語、まあ Go ですね。あと、クロージャーのコア、アシンクとかで採用されている手法です。で、ロイという言語もあります。これ、アトラシアンの人が作ってるのかな？シアの人が作ってるので、これを、まあ、ハスケル・ライクの型を宣言することができると。まあ、これ、ハスケル、まあ、そんなに多分いないと思うんですけど、オプショナルで、サム、まあ、値を持つサムという型がノーンっていうのを、可能性があるっていうのを宣言できると。で、オブジェクトディテールで使用することもできますと。で、まあ、あとはこの記法で do っていうのがあって、結果が、まあ、ここでなって、まあ、リターンバズで、まあ、さっきの、このバインドっていうのは、要するに、ここで何をするかっていうので、リターンっていうのも、そのリターンで何をするかっていうのを宣言していると。で、まあ、モナドシンタックスはコールバック時刻に対してスッキリすると述べているっていうことがあるんですが、まあ、これ公式の英語ですけど、英語が聞ける人は聞いてみてください。はい、おまけです。クロージャースクリプト。
これ誰も言わないんですよね。本まで出てるんですよ、オライリーから。オライリーから本まで出てるんですよ。英語、電子版のみですけど、はい、出てるんですけど、いいところリスプです。悪いところもリスプです。まあ、リスプって聞くと、やっぱり目を輝かせるか、動揺するかのどちらかだと思うので、はい。ただ、まあ、冗談を置いとくとして、JVM 言語であるクロージャーを元に実装しているのして、しかも公式の GitHub グループでもサポートされているので、多分知らないんじゃないかと僕は期待しています。で、まあ、クロージャーと、まあ、クロージャーのライブラリーで、さらにクロージャースクリプトも使えるっていう要求があるので、まあ、そのエコシステムとして、もう、まあ、ちょっと面白いのかなと。ただ、まあ、JavaScript がちょっとでかくなるのかなっていう、その、クロージャーの、いわゆるリスプの機能とかを、まあ、結構、露骨にやってたりするので、あ、ちなみにこれ内部で Google クロージャーコンパイラーを使っているので、クロージャークロージャースクリプトのクロージャーコンパイラーがとか言うとはっみたいな感じになるので気をつけてください。はい、ということで、まあ今回の LT は僕のからの LT は以上ですと。はい、ジョキ JavaScript ライフをということで、ありがとうございました。ご清聴はい、ありがとうございます。はい、じゃあラスト。